ゆでです。正解です。はい。ゆでさん、最近スマスロ入ったじゃないですか。はいはい、スマスロの特徴ってパッと見て分かるのってメダルです。そうですね、メダルがないんですよね、はいはい。ものすごく便利。今後もね、また増えていくかなと思ってはいるんですけれども、一方でパチスロって出玉をこうドル箱に入れる楽しさ、このままスマスロが普及していくとメダルに触る機会っていうのがなくなっていくと思うんですね。まあ、ですね、ゆくゆく勝ち盛りしたいじゃないですか。というわけで今回の企画、今のうちにやっておこう、メダル勝ち盛り選手権。勝ち盛りいくつかルールも持ってきたんで、それをちょっと勝負するっていう形でやっていきたいと思います。今回強力な助っ人をお呼びしてますので、もう早速呼んじゃいます。お願いします。どうもメカです。おお、来ました。やっぱり勝ち盛りって聞いたんでね。というわけでね、この3名で初代勝ち盛りを決定していきたいと思います。それでは行くぞ。おう、第1チャンネル。はい、では準備ができました。まず第1種目目、目標枚数に近いのは誰だ、ぴったり勝ち盛り対決。まあ我々3人でもう勝負に集中したいんで、新人の新人君を呼んでるので、はいはい、細かなルールの説明をしてもらおうと思います、はい、なのでお願いします。はい、では1種目目はですね、自分なりの感覚を使って目標枚数に近く勝ち盛れた人が勝者となります。目標枚数は1000枚です。おー、1000枚。今手元にあるドル箱に1000枚感覚で入れてください。よし、なかなか難しい。うわぁ、荒々しいな。この1回が50枚なんですよ。この50枚を20回やればいいわけだ。まあ、いい線いってんじゃねえかな。はい、これでいきます。はい、じゃあ流します。お願いします。ほら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 、おお、すげえな。まだ残ってる、まだ残ってる、すげえな。まだ残ってるですよ。あ、待って待って、これすごい。あ、いったいったいった。え、これほんと全部いった？全部いきました。980枚。俺正直800枚ぐらいだと思った。俺はちょっと今震えてる。じゃあメガさん行きましょう。はい、じゃあ、いや、さっきの結果見て自分の方がちょっと多かったんで結構自信が。よーい、いけいけ、足りない、足りない、おお。やべえ、負けたじゃん。負けた。じゃあラスト自分が、もう自信ありますからね。まあ、分かった。僕の負けですよ。はい、結果ゆでさんが980枚、まあ、いい。メカさんが982枚、先輩は1444枚と。ということで1戦目はメカさんの勝利。おめでとうございます。ありがとうございます。2戦目は大胆さ対決は、一番多く勝ち漏れるのは誰だ、大盛り対決。2種目目は制限時間内に誰が一番多くメダルを勝ち漏れるか争ってもらいます。制限時間は5分です。5分、長い。5分も勝ち漏れることないですもんね、うん。まあ、ホールで5分勝ち漏れたら結構な人ですよね。どうやってやるんですか。パチュアにいるイメージ。5分間お疲れ様でございました。え、これ誰から行きましょうか。ちょっと危ないんで僕から行って。あ、まあ、じゃあ行きます、はい、大丈夫だって。よし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 、はいはい、アウト。おー、さっきの500枚プラス。そう、だからその精密さ、精密さですね。そうじゃあ、この流れ的にはもう一回メガさんいきますか。そうです、自分最後でいいですかね。いいですか。はい、お願いします。いっちゃいますよ。おいけ、
まあまあまあ、でもね、1312。はい、では最後いきます。綺麗。はい、というわけで先輩1700。よし、よし、すごい。まあ、じゃあ結果とりあえず発表しますが、1番でゆでさんが1480枚、はい、でメカさんが1312枚、そして私先輩1700枚と、私の勝ちということでよろしいでしょうか。まあ2戦目が、ね、はい、2戦目勝利と。はい、ではラストの勝負に参ります。一番高く詰めるのは誰だ、高さ対決。イエーイ。高さ最後の対決は高さを競う対決です。メダルは何枚使っても大丈夫です。ドル箱2つどんな使い方をしてもらっても大丈夫なので、一番高くメダルを積んだ人が勝利となります。作業工程中お互いが見えないように積み立てを用意しております。これちなみに時間は、制限時間は10分です。10分、10分でどれだけ高さ出せるかもそれだけです。よーい、スタート。もう3分か。では10分経過いたしましたので、誰が一番高いか、どうしましょう、順番は。じゃあ最初、まあ、メガさんからじゃあ行きましょうか、はい、これで高さしっかり測っていきます。はい、じゃあお願いします。私の作品をご覧ください。はい、おー、なるほど、まあ、やってくるか、なるほどね。じゃあ測っていきましょう。いきます。お願いします。20.5センチ。次、先輩いきます。オープン。そうなんですよ、一緒なんですよ一緒なんですけど間をちょっとよく見てもらっていいですか、この箱と箱の間、小細工でちょっとだけかさ増ししてるんですよ。はい、じゃあいきます。いった、 21.5。 よし、1cm、 暫定1位。 21.5。 21.5 で喜んでるんですね相当自信が自信が終わりなようで。そうですね、皆さんメダル使いすぎっす。なんか芸術さも足りないし、同じような見た目の感じなんで、うん、高さを出してるのはこういうことだっていう。なるほど、ではゆでさんお願いします。はい、作ってる過程のところでは綺麗なタワーが立ってたんですけどあれ、なんか16センチ。というわけで、3戦目の結果ですが、メカさんが 20.5センチ、ゆでさんが16センチ、そして私先輩が 21.5センチ。というわけで、2戦目、3戦目と私が勝利、2ポイント獲得ということで、初代勝盛王は私先輩に決定です。ちょっと僕負けるイメージついてるじゃないですか。こう勝ってね、このイメージを23年はこう変えていきたいんで、まずはね、初戦じゃないな、